リエーティ県は、イタリア共和国ラツィオ州に属する県の一つ。県とはリエーティ。首都ローマを中心とするラツィオ州の北東部に位置する内陸の県。県人口は、約16万人と少なく、中部イタリアでは最小である。ラツィオ州北部に位置する県で、北西に、ウンブリア州、北東に、マルケ州、東に、アブルッツォ州と境界を接する。県とリエーティは、 テルニから南西へ約 25km、ラクイラから西へ約 45km、首都ローマから北東へ約 65km、ラツヨから北へ約 104km の距離にある。隣接する県は以下の通り。2001年の国勢調査に基づく居住地区別人口統計によれば人口2000人以上の都市、集落は以下の通り。強行量リエーティカンク。 両シチリア王国チッタ・ドゥ・カーレ軍リエーティ県は1927年ローマ県リエーティ軍とラクイラ・デッリア・アブルッツォ県チッタ・ドゥ・カーレ軍の領域を合わせて形成された。当時ファシスト政権が行った大掛かりな地方区画再編の一環であり他の16県と同時に設置された。リエーティ県という新たな枠組みは古代のサビーナ地方の地域的な一体性を 回復させる試みであった。両軍の軍長所在地であるリエーティとチッタ・ドゥカーレの距離は 10km 足らずであるが、イタリア統一以前にリエーティは強硬領、チッタ・ドゥカーレは領シチリア王国領であった。1860年のイタリア統一後も、リエーティ軍はペルージャ県所属、チッタ・ドゥカーレはラクイラ・デッリア・ブルッツォ県所属となり、両者の間には、 大きな境界線が引かれていた。その後、1923年に、リエーティ軍は、ローマ県所属に移る。新しい県は、ラツヨ地方に属することとなったが、県を構成するに地域はそれぞれ、ウンブリアとアブルッツォとのつながりが強く、内部に境界を抱えた、新県の統合への期待は、県のモットーとたサビーナキビタスにも現れている。リエーティ県の設立には、 自分たちの領域の大部分が奪われたと考えるラクイラ側から多くの反対意見が寄せられた。第二次世界大戦後、イタリア共和国の建国を目指す議論の中でファシスト政権期に導入された地方区分の存続の是非が問題となった。アクイラ県は旧チッタドゥカーレ軍の復帰を要求した。当時の県知事ルイージ・コレラエティは すべての自治体をめぐって、質疑に応答し、リエティ県の枠組み維持という決議を引き出した。ただし、二つの自治体は、保留を決議した。一つは、ボーゴコレフェーガートで、アベッツアーノを中心とする、マルシカ地方に新県が設立されるならば、そこに合流することを表明した。もう一つは、チッタドゥカーレで、県がラツヨ地方に留まるならば、 リエーティ県に留まるというものであった。リエーティ県の統合は、近年、歴史的、文化的要因ではなく、経済発展の不均衡によって揺らいでいる。ベリーの川上流域の山岳部の村々では、深刻な人口流出、インフラ整備の遅れ、それに伴う失業といった問題に苦しめられており、不均衡に対して配慮をしてこなかったとして、ラツヨ州を呼び、 リエーティ県からの離脱が主張された。2008年末にレオネッサで行われた住民投票ではウンブリア州への編入が多数を占めた。アマトリーチェでもたびたび離脱を求める住民投票実施が迫られている。逆にローマとの密接なつながりのある低地、サビーナ地方では目覚ましい経済発展や人口の増大が見られ、 事実上首都圏の衛生都市のような趣きを見せている。発展の不足のために、県からの離脱を求めるのと対照的に、テベレ川流域の諸都市への親近感が増大している。マリアーノ・サビーナでは、2011年の住民投票で、ウンブリア州への編入が氷決されかかった。県全体を、他の州に移すことや、ローマ県を除いたラツヨ州の県で新たな州を、 創設することなどが検討されている。リエーティ県には73のコムーネが属する。人口4000人以上のコムーネは、下表の通り。左端の数字は、ISTAT コードを示す。人口は2015年1月1日現在。ありがとうございます。